ルイ・グザビエ・マリー・ギヨーム・ド・ナッソーは、ルクセンブルクのアンリ・大公と、キューバ生まれの妻、マリア・テレサ・大公妃の三男。ルクセンブルク大公子及び、ナッサー公子の称号を持つ。アンリ・大公夫妻の子供の中で、最初に結婚をした人物である。ルイは、大公夫妻の5人の子供たちのうちの3番目で、兄に、大公聖主のギヨーム・大公子氏とフェリックス・大公子氏が、定前に、 アレクサンドラ大公女とセバスティアン大公子がいる。ルイはインターナショナルスクールオブラクセンバーグ、スイスの寄宿学校ボーソレイ友校などで学んだ。ルイはユーゴスラビアに駐留するルクセンブルク軍を慰問した際、軍の女性兵士だったて、シー・アンソニーと知り合い、交際するようになった。二人の間には2006年3月にガブリエルという男の子が生まれ、 その半年後の9月26日にルイとテシーは結婚式を挙げた。この結婚は、長男の出生が混然妊娠によるものだったこと、ルイが父親になった時まだ19歳だったことなど、様々なことが問題視されていた。このため結婚にあたり、ルイとその子孫はルクセンブルク対抗くらいの継承権を放棄することが取り決めされた。またルイはルクセンブルク対抗家の一員としての、 聖徳の称号や継承を保持できるが、テシーと息子ガブリエルはドナッソーの姓を許されるのみであった。2007年9月21日、ルイとテシーには次男のアが誕生した。ルクセンブルクの建国記念日であった2009年の6月23日、アンリ大公は嫁のテシーにルクセンブルク大公女の称号と夫と同格の王家の殿下総統の継承を与え、 また、ルイとテシーの二人の息子たちに、ナッサーー師の称号を及び両親と同格の王家の殿下の継承を与えた。ルイとテシーの間に将来生まれてくる子供も、すでに生まれた息子たちと同様の待遇を受けるとされた。一家は、アメリカ合衆国フロリダ州に住んでいたが、現在は、ロンドンで生活している。2017年1月18日、ルクセンブルク大公家は、 ルイとテシーが離婚したことを公式に発表した。ありがとうございます。